はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、この大阪にあります、天王寺動物園、こちらのこうポスターが、話題になっているということで、天王寺動物園のサイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、ウィズニュースからです。迫力があるのを選抜しました天王寺動物園の攻めすぎポスター、ガチ怪獣とコラボして伝えたかったことでこんな感じですね。サイとキリンとヒョウとゴリラ、これはカバでしょうかね。こんな感じですか。はい、でこちらですね、記事を抜きます。大阪市天王寺区の、天王寺動物園が園内に貼り出しているポスターに SNS ユーザーが注目が集ま、SNS ユーザーの注目が集まっています。人気映画のパロディを思わせるように展示動物の写真を並べた構図がセンスの塊やと好評です。まさに大阪のノリと、話題の一枚が生まれた背景について取材しました。人々の目を楽しませているのはハリウッド発の怪獣映画ゴジラ対コングとコラボしたポスターです。月曜決勝の公式デザインと動物園のオリジナルバージョンが上限に並んでいます。上側に書かれているのは映画のメインビジュアルです。こちらの開き、今にも激突しようとするゴジラとコング、キングコングですが、地上最大の究極対決、地球最大の究極対決、人類の味方か人類の脅威か、果たしてこの最強対決の勝者はとの煽り文句も知られています。下側に目を移すとキリン、東黒サイ、ジャガー、ドリルか、あ、ゴリラじゃなくてマンドリルですか、ドリルですか、なるほど、これですね、なるほど、そうですね。はい、と、5種類の動物の写真が横一線に並んでいます。横一線ではないような気もするんですけど、まあ横一線に並んでいます。はい、いずれも天王寺動物園で暮らす生き物です。国内では、同園のみが展示する希少種が含まれています。そして天王寺動物園再開園との告知とともに劇場用ポスターのオマージュとみられるこんなコピーが承認されているのです。天王寺動物園の希少動物、自然の保護か自然との共存か、果たして天王寺動物園の動物たちはとかですか、これはセンスの塊や最終的には太陽の塔と戦いそう、まさに大阪のノリ。今年7月以降園内で撮影したと思われる画像が SNS 上に出回るたび好意的なコメントが寄せられました。これですか、これがゴジラ対キングコングですか、ゴジラ VS コングとなってますか、こんな感じですか。で、こちらが天王寺動物園ですか、キリンとサイと、ジャガーですか、で、マンドリ、ドリルと、これがカバですか、こんな感じ、そうですね、ほぼ構図が一緒という感じになってますね。色合いなんかも同じように作られてますね。はい、でこのポスターは天王寺動物園と関西地方で、ゴジラ対コングのプロモーションを担当する東方マーケティングと連携し制作したものです。実現の経緯について園の担当者に聞きました。担当者によれば東方マーケティング関西営業所が企画を立案、あ、映画の方がこう持ってきたということなんですね。はあ、縁側による許可し、施設の PR にもつながるとしてタイアップが決定したといいます。しかし、完成までの道のりは決して下手なものではありませんでした。ということは、それとコロナの感染が出て、そういったものがあり、だって、こういう感じですね。紆余曲折あったせいにこういうポスターができましたということになってますね。はい。なかなかこういうふうに、企画として、本当にちょっとアイデア勝負なのですけれども、なかなかこういうことで、映画に対してのこの PR にもなりますし、動物園そのものの PR、こういった2つがこう相乗効果というか、なかなかこういう感じで面白い企画だなというふうに思います。はい、でこちらですね、これは天王寺動物園のサイトで、今回のこのポスターに関してこうちょっと探したのですが、その他のこれですね、セレッソさんがそういったコラボがあったんですけれども、今回のこの映画に関すること自体はちょっと出てませんでした。もしかしたらちょっと私の探し漏れかもしれませんけど、出てませんでした。またこういう感じでですね、例えばこのライブ中継ですとか、そういうものを随時、これですか、北極熊に、氷柱プレゼントですとか、これですか、そういった文字ですか、いろいろこうやっていますので、ちょっとこうコロナの中でなかなか集客も難しい中で、こういろいろこうイベントですとか、こういった話題性などを提供してみて、なんとかこうお客さんを集めたりですが、そういったのを頑張っているんだなというふうには思います。もちろんこれ天王寺動物園だけじゃなくて、各地の動物園とかこういったイベント施設などはやっぱり同様なのですが、そうしなくてもこうなるべくこうプラスになるようなことを探して頑張っているというのは、なんとかこう応援できたらなというふうには思います。はい、こちらのこの記事ですね、天王寺動物園のサイト、概要欄にリンクを貼ってきましてね、興味ある方はクリックして記事を読んでいただきまして、もし気になりましたらこの天王寺動物園ですね、訪れてみてはいかがでしょうか。はい、この他の通信販売などもやっていそうなので、そのあたりで貢献してみるのもいいかもしれません。はい、
今後もこうした形で聴取などに掲載されたようなニュースや楽しい話題皆さんと共有していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。